んにちは、今道の駅水俣に勤めております、上村というものになります。どうぞよろしくお願いします。移住者ということで、私は茨城県から、この水俣市に、移住をしまして、縁あっての移住になるんですけれども、この町はすごく魅力的で、今後ろに見えているのは花は咲いてないんですけど、バラ園になります。でこの水俣というのはですね、山から海まで、全部ギュッとアウトドアが凝縮されたような町でして、もう山が好きな人は山で遊んで、海が好きな人は海で遊んでっていうことが、いろんなアクティビティができるいい町です。でしかも温泉が海と山両方ついてるので、アクティビティでいっぱい汗かいた後は温泉で汗流して、で海の幸山の幸を楽しんでいただけるようないい町です。ぜひ興味を持った方はいらしてください。道の駅水俣に来て、上村さんいないですかって聞かれれば、私が、コーヒーでも持って出向きますので、どうぞお越しください。以上になります。どうも。